ぱり最初のボールは弾くんですけど、やっぱここですよね、セカンドボールに対してのプレッシャーが少し甘くなったのと、はい、まあ、あとはこう人数かけて相手が入ってきているところに対しての、はい、まあ、やっぱり寄せの悪さですね、寄せの甘さ、まあ、これは鹿島戦もあったんですけど、こういったところです。ゴールの中央9番オセフもいますが、スラッシュのところ藤岡、柴戸からセンターバックのドレシビッチ、スペースに藤尾を走らせます。先制点の藤尾、股抜きをして藤尾、中でオセフ、これはいい、あることもできていると思いますし、その手前の鈴木